外に来ました。ヘライジャー、昨日ねグールナイゴチ首輪生放送で切って4時間半スペシャルって生放送で池田エライザが首になりめちゃくちゃ騒がれてますが、その理由がひどい、特にヤフコメがひどいんだ。もう番組がね何度も何度も同じ説明でくどいとか、コスプレなどに時間取りすぎとか、 CM 明けにまた同じ場面流すなとか、 CM がしつこいとか CM が長いとか言われまくって、6万いいねだよ。コム系並みに嫌がられてるじゃねえか。まあね、私も見てましたがひどかった、マジひどかった。こっちは年末豪華な料理が見たいのに、地元の高級食材の情報を知りたいのに、なんでお前らの身内乗りの引退でお涙ちょうだいせにゃならんのだ。私たちよりクソほど儲けてるお前らの身内の涙とかマジしんどい、すごい感じ。てかお前らやらせじゃね、芸人枠、女優枠、タレント枠計算してるやろ。台本マンネリ、はい、女優業に専念してください。てかアホほど CM 挟んでもちゃんと見える私たちって何、しかも自腹って、お前らの100万って私らの1万円程度だろ。でもほんとマンネリがやばいな、こんなことしてるからテレビがオワコン化するんだよ。で3人入れ替えて誰呼ぶんだい、またギャラ高そうなおっさんか、それとも電通の申し子か。あ、猫出そうぜ、猫とか数字取れるぞ。そんでこれ見て、ヤフコメ、視聴者の時間を無駄に奪わないでほしい。で、6万いいねだよ。これね、ヤフコメミン、自分で見ててね、時間奪われるってアホすぎるよね。まあ私はね、このゴチバトル、ネットフリックス見ながら見たんで、まあどうでもいいけど、4時間半もテレビ見てる。お前らもお前らだよ、ゴミ。まあでもね、エライザ様は違う、エロイザ様は、エンタの神様なので、復活してほしいですね。てかたー。